みなさん、こんにちは。アフタービートミュージックスクールギター科講師の竹澤でございます。今回の、話はとてもマニアックでございます。とてもニッチな話でございます。どんな話かといいますと、このスタインバーグの UR24 に、このオーディオインターフェースを使ってリバーブをかけた状態でツイキャス、もしくは YouTube ライブストリーミングなどの生配信を行う方法という感じです。このオーディオインターフェースでリバーブまでかけた状態に仕上げてツイキャス、もしくは YouTube ライブストリーミングなどの生配信を行う方法です。まあ、もっと端的に言うと、このオーディオインターフェース1台でリバーブまでかけた状態まで音を作り込んで、パソコンにデータを渡す方法という感じですね。パソコンにデータさえ渡せれば、ね、そこからそのツイキャスだろうが、YouTube だろうが、ニコ生だろうが何でもできると思うので、パソコンに渡すまでのプロセスの方法でございます。で、これすげえマニアックだと思うんですけども、僕は今年の3月ぐらいまで、ね、この情報を、ね、すっげえ知りたかったんです。めちゃめちゃ知りたかったんです。けど、ずっとこう調べてても出てこないし、なかなか、ね、試行錯誤しても解決方法は出てこないし、どうしようかな、どうしようかなと思ってたんですけども、今年の3月ぐらいにパッと、あ、こうすればいいんじゃねってひらめいて、ちょっとテストしてみたところうまくいって、で、最近の放送に関しては必ずリバーブをかけた状態で放送してるんですけれども、この情報をすっげー欲しかったんですよ。なんで、まあ、僕みたいな人がね、もしかしたら参考になるかなと思って動画で配信させていただこうかと思った次第でございます。オーディオインターフェース使ってないとか、オーディオインターフェース使ってないとか、なんか生配信とか特にやってないとか、そういった方でもね、なんかこう、ああ、なるほど、そういう方法があるのね、なるほどね、みたいな感じで参考になるかと思うので、よかったらチェックしてみてくださいませ。我ながらすげえナイスアイデアかと思いました。はい。では、そもそも、このオーディオインターフェースとはそもそも何やねんという話なんですけれども、まあ、パソコンにそのマイクとかギターとかの音を翻訳してパソコンに受け渡しをしてあげるような装置という感じでございます。直接させないわけなんですよ、パソコンの方には。で、このオーディオインターフェース UR242 に関しては、前面にコンボの端子がまずインプット2つあります。マイクもさせるし、ギターもさせるタイプのコンボがまず2つあるわけなんです。この UR242 という大きな箱に対して、ブブブブっとね、インプットがまず2つ。で、後ろに USB2.0。まあ、パソコンの方に出力をする端子ですね。このデータを転送するための USB が1つついております。で、ここからパソコンに流すと。もしくは iPhone、iPad とかにも流せます。で、前面の方にイヤホンとか出力する端子が1つございます。ここにヘッドホンとか、ね、イヤホンとかつないで、僕はいつもモニタリングしているんですけれども、見たことあるかと思います。ここからモニターをしております。で、こっち側にも、ね、一応ちょっとおまけで紹介させていただきますと、ラインアウトプット。このイヤホンと同じモニターのソースを後ろから出力することもできるよという感じのシステムになっております。で、他にもいろいろちょろちょろあるんですけど、まあ、その辺は割愛。とりあえず僕はいつも、放送するときはこちら。アーカーゲイの C414BULS。C414BULS というコンデンサマイクを使って配信しているんですが、まずこれを C414。これをインプット1に突っ込むわけですよね。で、インプット1の中に突っ込むと、まずこう DSP っていう、なんかこう音作りの装置みたいなのがあるんですけど、そこに突っ込まれます。で、ここに突っ込まれて何が起こるかっていうと、コンプレッサーとかイコライザーとかを突っ込んで、音の調整をするわけなんですよ。なんか低音強調したりとか、音を、ね、潰したりとか、そういった音作りをすることができます。で、このコンプレッサー EQ を通した音というのは、そのままブブブッと USB の方の端子に行って、貼れて PC に出力されて音を作ることができると。音を渡すことができると。こんなシステムです。しかし、リバーブに関してはまた別のところに装置があるんですよ。イメージとして、マイクの方からこの DSP の方に入ります。で、ここからこのリバーブの方に行くんですが、リバーブがかかった音っていうのは、このヘッドホン、もしくは、こっち側、背面のアウトプットの方にしか反映されないんです。USB に行く信号に関しては、リバーブをかけた状態で渡すことができるんですよ。こういう仕様なんです。これなんかうまくいかないかなとか、なんかいろいろね、できないかなと思って調べたんですけど、まあ、こういう仕様であっても、これはもうどうしようもない事実なんですよね。で、僕がまず苦肉の策として取った方法としては、ここ。まず、インプット1の手前に C414 からリバーブのエフェクターをかまして接続をすればいいじゃないかという方法を取りました。で、もちろんこれはまあ、ね、簡単にうまくいきますよね。C414 からリバーブのエフェクターに行って、で、ここからインプット入って DSP かかってパソコンの方に出力と。まあ、コンプレッサーと EQ が後ろに来ちゃうという弊害があるんですけれども、まあ、一応これもできなくはないと。
けど、2、3回やってやめました。なんでかっていうと、手間。この手前にそのエフェクターをつないだりとかするのがすごい手間なんですよ。特にこのコンデンサマイクっていうのをその接続すればいいってわけじゃなくて、ファンタム電源、まあなんかこう、電源供給をしてあげないと音が出てくれないわけなんですよ。で、その電源供給をしなきゃいけないから、このリバーブエフェクターってのは何でもいいかっていうと、そういうわけでもなくて、電源供給できるエフェクターが必要なわけですよ。もしくは電源供給して、音が鳴る状態にしてから、まあ、つまりこのリバーブの手前にもう一個エフェクターをかますということですね。マイク、エフェクター、リバーブ、インプットみたいな手順を踏まなければいけないと。これがね、すっげえ手間なんですよ。すごいこの、ね、2、3回やって、これはやってられんと思って、この方法は中止しました。で、その次にやった方法としては、後ろ側です、後ろ側。C414 を、インプット1に突っ込んで、パソコン側に流して、こっち側で何とかしようと思いました。アジオというドライバーがあるんですけども、まずアジオにその渡して、キューベースというソフトに、そのデータを渡して、で、キューベースの中でリバーブをかけて、音をゴニョゴニョとして、音を加工して、仮想ドライバー。僕の場合はヤマハのネットデュエットっていう仮想ドライバーを使ったんですけども、ネットデュエットの方に、このキューベースで音作りをしたものを渡して、で、ネットデュエットの方から、YouTube とかツイキャスとかの方にデータを流すという方法を、ちょっと試行錯誤しました。結構頑張ったんですけども、結局うまくいかなかったです。映像と同期が取れなかったりとか、あとそのレイテンシー、遅延が発生してしまったりとか、そのビットレートが下がっちゃって音が割れちゃったり、まあ、つまり音が悪かったりとか、音が合わなかったりとかしたわけなんですよ。なんかできそうな雰囲気ではあったんですけども、結局これもうまくいかなかったです。こちらからキューベースに行って、ネットデュエットを返して、仮想ドライバーを返して、アマレコ TV とか使ったのかな。アマレコ TV というソフトとか使ったりとかして、映像を合わせたりとかしたんですけども、結局うまくいかずです。で、これはもうどうしようもないと。で、これはどうしようかな、どうしようかなと思ってたんですけども、今年の3月ぐらいにふと、ひらめいたのは、こういう方法。まず、仕様として、ツイキャスっていうのはモノラル配信なので、1回線しか有効になりません。この、オーディオインターフェースの場合だったら、前面に2つ、あと背面に2つ、全部で4つのインプットがあるんですけれども、この1番だけが有効なんです。1番だけ。ここが有効なんです。ツイキャスに関してはモノラル配信なので、1番に入った音だけが向こうに反映されます。つまり、2番に何を突っ込もうが、3番、4番に何を突っ込もうが、ツイキャスの方には流れないわけなんですよ。この1番に流れている音だけがツイートキャスティングの方に流れていく。という感じです。YouTube の生配信に関しては、配信側の設定で選べます。モノラル配信を選べば、インプット1だけが有効。ステレオ配信を選べば、1と2が有効。というような感じになるわけなんです。この辺でちょっとピンと、僕は少し来たわけなんですよ。つまり、じゃあ1番の端子にまとめて信号を流したらいいんじゃないかという話なわけです。で、結果的に、ここからが答えです。C414 をインプット2に突っ込みます。で、こう DSP を介して、ここの中でそのゴニャゴニャと音作りをします。音作りをゴニャ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 として、で、この音を、こっちのリバーブの方に出して、リバーブで出力をされます。こっちですね。で、この音をそのまま1番に突っ込むという方法です。で、この1番に突っ込んだ方に関しては、ここでそのね、ゴニャゴニャと音作りをせずに、そのまままっすぐ出力をしてもらって、コンプとか EQ とかかけることもなく、そのまま出力してもらって、パソコンの方に流すという方法で、今は配信をしております。なんか、こうやって図で言われると、ああ、なるほどねって感じですけども、ちょっとこれ思いつかなくないですか？なんかこう、ね、思いついちゃうと、なんかこんだけのことかって感じなんですけども、なぜこれを思いつかなかったんだろうと、ちょっと少し疑問な感じです。で、ちょっとおまけですけども、後ろの方にまだインプットが2つあるので、このインプット3と4の方から、なんか iPad とか iPhone とかの音を流して、またそれをね、まとめて出力してもらって、わーっと。このインプットはこっち側に行くのかな ?DSP の方に行くのかな。で、ここでゴニャゴニャとなって、また出力をされてっていう感じで、もうまとめて、この2番と3番と4番の音をまとめて1番に流すことで、このね、配信をすることができるので、これまたね、夢が広がったかなという感じでございます。で、このキューベスの、じゃないや、UR242 に関しては、これ設定画面でそのモニターの環境を設定することができるんですよ。これその直接の画面というか、それ実際の画面なんですけれども、これ、USB を介して、信号を流す、なんて言うんだろう、USB、こっち側に関しては一切関係ないんです。
このヘッドホンとか、もしくはこの後ろの背面のアウトプットとかの調整をするソフトなんですよ。この USB に流すものとしては全然関係ないです。なので、ここでゴヤゴヤ何をしようが、こっち側にはそんな影響を与えないという感じなんですよね。で、ちょっと見てみていただくとわかると思うんですけれども、2番、3番、4番のものがルーピングして1番の方に流れますよね。で、1番のところ、これ、ミュートになっているんです、ミュート。1秒ミュート、1番がミュートになっているということは、つまりその1番に何を流してもこのヘッドホンとかには流れないわけなんですよ。2番、3番、4番に関してはヘッドホンとか後ろのアウトプットとかから出力されるんですけれども、1番に入力されている信号に関しては、USB を介してパソコンの方にも行くけれども、ヘッドホン、もしくは後ろのアウトプットの方には反映されないわけなんです。なぜなら、ミュートかかっているから。で、これ当たり前なんですよね。これミュートかかってないと、ここでね、もう永遠にループしちゃうから、もしかしたら機器が壊れてしまうかもしれないんですけれども、まあ、こんな方法なわけでございます。なんとなくわかっていただけましたでしょうか。これがわかるとね、その、なんて言うんだろう。すべて音を作り込んで1番に突っ込めばいいという話になるので、さっきみたいにその iPad とか iPhone とかの音を突っ込んでも構いませんし、何かしらその途中でそのエフェクター、つまりルーパーとか、なんかマルチエフェクターとかをかましてみても面白いかと思います。ちょっとこんな方法を思いついたので、まあ、よければ皆さん参考にしていただければなという感じでございました。で、これでパソコンで受け渡しをすれば、ここから先はもう自由ですからね。YouTube だろうが、ツイキャスだろうが、生配信、ニコ生だろうが。まあ、普通に動画を作るときのキャプチャリングとしても使ってもいいかもしれませんし、こんな方法でございました。はい。過去の私にね、すごいこれをぜひ教えてあげたいなという感じなんですけれども、まあ、こうやって人は成長していくわけですね。もし僕と同じように、こんな方法でリバーブをかけたい人いらっしゃいましたら、ぜひ参考にしてみてくださいませ。それではまた違うところでお会いしましょう。最後までありがとうございました。じゃあね、バイバイ。